こんにちは、速稼塾の久保です。ノクさんが今回ね動画を撮ってくださいました。今やるべきことは何だということだったんですけども、まさにね、その通りだなと思います。ノクさんは結論としてズームをやるべきだなというふうにお話してくださいました。確かにね、ズームって私も1年以上前にそのサービスがあることを知ってたんですけども、参加者側、あくまで参加者側の方でですね、そのズームを使って人を集めたりとか、そこから自分がホストとして発信するってことは今回がね初めてなんですよ。実は、まあ意外だと思われるかもしれませんけども、私の場合は積極的にビジネスをやるようなフェーズは過ぎたんで、基本的にね旅を楽しみながら人に会いに行こうと思ってたんですよ。で、47都道府県オフ会やったりとかね、それから海外の方にも塾生さんとか視聴者さんに会いに行くってことをしていました。それが非常に楽しかったからなんですよ。でも今みたいな状態になると、やっぱり、ね、旅ができないんですよね。会いに行くことができないというか控えなければなりませんので、そうなるとね、私もズームを使わざるを得ないなと思いまして、今回、プランをね、有料プランの方に参加させていただいて、毎日コミュニケーションをさせていただいているということでございます。まあ、そうなるとね、私の考え方もぐるっと変わるもんで、これからの時代基本的にこのズーム、このね、インターネット会議室を使える人ではないと仕事ができないってことになっていくと思います。もちろんね、農業ですとかいろんなね、工務店さんとか、そこの現場に行かないとできない仕事もあるんですよ。でもそういう仕事でも打ち合わせ自体はズームでいいわけなんですよ。皆さんが自宅にいて打ち合わせをきっちりしてですね、インターネットを使ったコミュニケーションが上手になっていけば、実際にやっぱり人間って会ってなんぼだよねっていう人も、その考え方も変わると思うんですよ。別にね、同じ現場に一堂に会さなくても、インターネットのこの動画を通じてでもですね、メールを通じてでも信頼関係を作ることができるんですよ。で、その信頼関係を作れないコミュニケーション能力の低い人が、やっぱり人ってのは会わないとできないっていう風な言い訳をしてるんですよね。まあ、ですんでね、LINE とかで恋愛の告白をしたりとか別れ話をしたりなんて今は別に起きてるわけなんですよね。それはある意味ね、コミュニケーション能力が高いと言わざるを得ないです。いちいち会わないと気持ちが伝えられないっていうのは古い価値観なんだなっていう風に、まあ悔しいですけどもね、私もね、もう50になりますんで古い人間ですから、悔しいけど、でもね、そういうふうな思考の変化を起こしていかないと新しい時代には乗れないですし、新しい時代の人っていうのは連絡手段が何であれ、直接会おうが間接的であろうが、正確に気持ちを伝えて正確に気持ちを汲み取る、そういうふうな能力ができる方になると思うんですよ。そういう意味で言うとね、実際に会わないと気持ちが伝えられない、気持ちが受け取れない、誤解が起きるみたいなことを言ってる人はもう過ぎ去っていく人なのかもしれませんよね。当然そういう人はインターネットを覚えようとか、ズームをやろうとか、それから LINE のね、グループ作ろうなんて思わないと思うんですよ。本当にね、時代の変わり目っていうのはこういうふうな方が淘汰されていって、新しい価値観を持った方がどん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 増えていくことなのかなと思っちゃいますよね。私はね、その間にいる世代として結構複雑なものがありますけども、ズームを覚えていくこと、そして自分の思考が古いんだってことをもう本当にね、徹底的に、認めていくことがすごくね必要になってくるんではないかなと思います。その上で、やっぱり経済っていうのはバランスですから、ゼロになることはないんですよ。リアルがゼロになることは当然ないです。ただインターネットを通じての仮想空間でのね、信頼関係、人間関係、社会活動の作り方っていうのは、これからどん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 フェーズを広めていくっていうのは間違いないかなと思っております。それではですね、こんな時でも稼げる業界がある。逆に言うとですね、これから稼げていくマーケットっていうのが作られていく、バブルが起きるってことなんですよ。インターネットマーケットバブルです。ですんで、ズームっていうのは当然株価も上がってどんどんね、ニーズが高まってますし、ウェブカメラも販売点数が数倍になってると聞きますしね、ヘッドセットもかなり売れてるらしいんですよ。そういう意味で言うと、インターネットを使えない人とか、インターネットを拒否してる人、スマホを全然使えない人っていうのはもう完全に話が合わないっていうかね、もうそれはもう過ぎ去る世代なんだなと思いますよね。いろいろとね、認めたくないことも起きるのが私たち40代50代の世代かなと思いますよね。複雑なところでございます。それではね、本日は以上です。